奥山恵美子は、日本の地方公務員、政治家。旧姓は熊地。2009年から2017年まで、仙台市長を2期務めた。宮城県初の女性市長、政令指定都市初の女性市長である。1951年、秋田県秋田市生まれ。幼少期から、国家公務員だった父親の転勤に伴い各地を、転々とした。 秋田県立は北高等学校に入学するが、2年生の時に岩手県立森岡第一高等学校に転校する。東北大学経済学部卒業後、仙台市役所に就職。市役所では後に生涯学習課長、女性企画課長、仙台メディアテイク館長、市民局次長、教育長を歴任。副市長に在職中の2007年。 仙台市教育委員会教員採用試験の合否通知をめぐる不正問題で過中の人となった。2009年7月、民主党と社会民主党の支援を受けて、仙台市長選挙に立候補し、当選、政令指定都市では、初めての女性市長となった。2012年、東日本大震災復興への取り組みが、持続可能な都市づくりの模範として評価され、 ドイツ持続可能賞ファンデーションが主催するドイツ持続可能賞名誉賞を受賞した。2013年8月11日に行われた仙台市長選挙に立候補し、再選を果たしたが、投票率は過去最低を更新した。2017年4月8日、同年7月に実施される仙台市長選挙に立候補せず、任期限りで引退することを表明した。 公認は、事故推薦候補の菅原博則を指名したが、奥山と同じく女性の氷和子が当選した。2011年3月11日に東日本大震災が発生し、仙台市は沿岸部の宮城野区若林区を中心に、甚大な被害を受けた。この際、球場を報告していた、被災地の各市町村長や人頭指揮を取りながら、 東日本大震災復興構想会議の委員も、務める宮城県知事、村井義博らとは、対照的にリーダーシップが、仙台市民に伝わらず、自身の講演者らに対して、知事はテレビに映るのに、市長が出てこないのはなぜか、市長は病気でもしているのかとの苦情が、市役所に寄せられていると明かしている。2011年9月、ほど、A 花中日中国大使と面会し、 被災地の子供を元気づけたいとして仙台市揚山動物公園へのジャイアントパンダ対応を要請した。奥山の要請に対し中国の恩加法首相からは積極的に検討したいと返答が寄せられ2012年6月にはマーチング J がパンダ飼育に必要な費用の支援を表明したため市ジャイアントパンダ導入プロジェクト会議を設置し 太陽に向けた準備に取り掛かった。しかし、9月に尖閣諸島国有化が行われたことによる日中関係悪化に伴い交渉が不可能になり、仙台市議会や市民団体からもパンダが政治利用される懸念があるとして反対意見が出されたため、交渉は停止状態になっている。また、2011年11月に仙台市石巻市を委問した。 ダライラマ14世からの面会要請があった際には、パンダ対応のために担当者が、奥山との面会を断ったと報道された。2014年8月、東北6県の商工会議所などの関係者と協議し、観光客誘致や、特産品販路開拓のため、東北6玉祭りを海外で開催することを掲げ、アメリカ合衆国での開催を表明した。また、 2015年3月には、ミラノ国際博覧会への参加が決定していると公表した。2011年5月17日、震災の経験を世界に発信する責務があるとして、国連防災世界会議の先代誘致を表明し、18日には、副市長を内閣府に派遣し本格的な誘致活動を始める。1年間の誘致活動の結果、 2012年12月の国連総会で国連防災世界会議の日本開催が決定し、2013年5月に仙台での開催が正式決定した。仙台開催決定を受け、2014年3月からメイン会場になる仙台国際センターの拡張工事を開始。12月に工事が完了し、3月に開催された。 国連防災世界会議に使用された。奥山は大規模会合の開催可能なコンベンション都市としての機能を高め、交流人口の増加につなげたいとしている。2014年8月2016年に日本で開催されるサミットの先代誘致を表明した。風評被害の払拭と震災復興をアピールしたいとしており、10月には 東北5県の副知事や高橋博明、東北経済連合会会長に協力を呼びかけ、2016サミット仙台東北誘致推進協議会を設立した。2015年7月3日に政府が発表したサミット開催地では、首脳会議の開催地には漏れたが、関係閣僚会合の一つである財務大臣会合が実施されることとなった。 国際会議への誘致活動に熱心な一方、他の誘致活動には消極的な姿勢も見られる。2013年10月、ラグビーワールドカップ2019の開催地立候補に関して、宮城県ラグビー協会からの要請を受け申請期限直前に立候補を表明したものの、開催の条件として、財政負担の軽減、主要試合の仙台開催などを挙げ、 受け入れられない場合は申請を取り下げるとした。2015年3月に開催地が決定し、仙台市は落選したが、大会組織委員長の森尾郎からは、手を挙げただけで意欲のないところがあったと、案に消極視線を批判された。奥山は2014年12月、宮城県内のスポーツ団体などと協力して、 全国規模のスポーツイベントの誘致やスポーツ観光の拡大を目指すため、スポーツコミッション仙台を設立しているが、ラグビー開催地誘致の消極姿勢から実効性について疑問の声が上がっている。2期目の看板政策として、1999年に制定された市民公益活動促進条例を改正し、市民が姿勢に 積極的に参加できるようにすることを打ち出した。市民公益活動促進条例では、行政と対等な立場で活動する市民団体の育成が目的だったが、新たに制定を目指す共同まちづくり推進条例では、個人団体が活動できるように市民の定義を市内への通勤学者や活動団体に拡大することを目的としている。しかし、 仙台市議会からは市民の定義を拡大した結果、カルト団体などが市政に関与する恐れが出てくるとして改正に反対した。また、共同施策の現状が2011年以降把握できていないことも問題視された。これを受け2015年2月27日に改正案を撤回し、改正案を修正した上で6月に再提出し、7月に 同条例が施行された。2014年の第47回衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査において、宮城県第1区の青葉区選挙管理委員会が集計ミスを隠蔽するために投票数の水増しを行っていたことが発覚。奥山は職員の聞き取り調査を実施したが、水増しを指示した人間が名乗り出なかったため、 2015年1月19日に刑事告発した。刑事告発に関し、仙台市議会からは内部調査の甘さを批判する声が上がった。また、調査のための第三者委員会設置を求める声が上がったが、公職選挙法に違反する可能性があるとして、設置に否定的な立場をとり、再発防止を話し合うための第三者委員会の設置に止めた。 2015年度には法令遵守を徹底させるためコンプライアンス推進担当課長ポストを新設すると同時に各部局に週1回の朝礼を義務付けた5月18日には水増しに関与した事務局長、選挙課長、選挙係長の3人を懲戒免職する方針と自身と副市長の休養 それぞれ20%、10%減給する方針を決定したが、仙台市議会からは、香川県高松市で発生した、参議院選白票水増し事件での高松市長の減給処分が全額返上だったことを引き合いに、処分が軽いのではないかと批判を受けた。仙台市と国際姉妹都市の関係である韓国。 公衆行為市の市役所前に慰安婦像が設置されたことについて慰安婦問題入管合意の精神に反することから抗議することを求められたが国際姉妹都市は国家レベルの外交とは異なる次元で都市間の相互の信頼に基づき友好、交流を進めるものと認識していると知り添けた。ありがとうございます。